滝の方も行きます。車で行けんじゃねえかよ。あ、これそうです。どこ、わからない。検索しても出ないですよ。ちょっとカメラ持って、さっきよりね、カメラ持って、じゃあ検索するから。もう赤いランプついてるぞ。あ、大丈夫、ちゃんとメモリーカードに録画中ってそれなの。さてと、はあ、ああ、春がここまでやってきてます。春のうららの隅田川、ヌープリエクデリヌエル。Nobody could grab it。こんなしんどいの初めて。いや、運転しっぱなしで疲れたでしょ。おぉ、 Wi-Fi が死んでおりましてね、なかなか機能しません。うぜぇ。道なき道を俺は行ってある。諦めたらそこで終わり。安西先生、俺は滝が見たいんです。安西先生、俺は滝が見たいです。ここでねえことは祭りえねえ。さあ、さて、滝はどこにあるでしょうか。滝は滝いいとこにあるからな。本当によ、あ、今クラッとした。誰かが俺の体に憑依しようとしてる。なんだ、なんだ、今頃、すいません、今俺の体に憑依しようとしてるやつがおる。なんで今この現状、今僕の体に入ろうとしてる嫌なやつがいます。さっきの洞窟からのやつかな。あれ、うわっ、にゃ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 っ、まだ決まりそうですな。これは、はい、あとは君で行きなさい。150m。 はあ、帰るか。
50メーター来たならもう150メーターだけやん。気をつけろよ。危ないぞ。二度と来ないでくれたって。なんでやろ。私たちはただ行きたいだけで、次じゃ、ね、あの、倒してるわけじゃないんだって。本当なの？そりゃまあ、だってお偉い様方の意見に農民たちが付き合わされてられたからね、戦なんて今も昔も。本当にこれウェルカムのお前たちなのか。道が途絶えたっぽいんだけど大丈夫かも。わかりません僕に。ここでなんか木の区切りになってるからな。ぐいぐい進み寄る。白糸の滝はもっと綺麗だい。見える？もうそんな近寄れない系か。いや、いけんこと見える。先ほどとも調べてそのものです。え、これ？清流じゃないのこれ。俺らが登ってきた坂道のワンちゃん辛い可能性あるなあ。帰ろう。帰ろう。